こんにちは。火曜日。この間の夜何食べたの？この間の夜は焼肉食べました。テーペロなんですけど、焼肉を食べましたね。外で、外で焼肉を食べてしまいました。友達を誘って行ったので全然大丈夫だったよ。全然大丈夫でした。もう我慢できなかった。こんばんは。12時で終わりだから10時、後配信終わって。で、10時過ぎくらいに焼肉行った。家の近くの焼肉に行きました。ビビンバ食べてよ。絶対焼肉行ったら
ハラミとタンとビビンバは食べる。牛タンシチュー、いいね、牛タンシチュー。牛タンシチューは食べたことないかも、私は。でもなんかね、結構さ、シチューとかさ、カレーとかってさ、煮込み系だからさ、あれだよね、煮込めば煮込むほど柔らかくなって美味しくなる感じですよね。食後のデザートは今普通にアイス、今アイス食べるのにハマってるから、食後のデザートは普通にコンビニでアイス買って食べました。ハーゲンダッツ、いや、なんかね、今ハマってるものはハーゲンダッツのチョコチップか、ハーゲンダッツのチョコチップ味と、あとチョコミント、ぎっしりチョコミントっていうやつにハマってるかな。その2つを最近はよく買って食べておりますかね。あ、あれファミマにしか売ってないのかな。でも、どこで買ったっけ。でもファミマで買ったかも、ぎっしりチョコミント、あれ美味しいね。あれ私結構好きです。顔は今日は出さないかな。また出します。スマブラ全然やってない。
スマブラ全然やってないね。なんかやってないな。飽きたとかじゃないんだけど、なんかスマブラの存在を完璧に忘れてた。あ、マリオはずっとやってるよ。マリオは。マリオは基本的にずっとある。最初にあるやつじゃないっけ、マリオは。明日はお寿司にするんだ。はま寿司だけど。いいね。お寿司。リラ、昨日お寿司食べたよ。回らないお寿司屋さんね。イラも行きたい。回らないお寿司屋さん。魚菓子、魚菓子、なんて読むのこれ。日本中は回らないけどリーズナブル。日本一、それはあれ、あの座って食べる回転寿司？違う、座って食べるカウンター寿司？立ち食いなんだ。立ち食いそばなんて、立ち食いなんてあるの。銚子丸はネタが大きくておすすめだよ。銚子丸も回転寿司だっけ。
でもさ、やっぱ札幌とかもさ、結構あれなんかな、お寿司有名なとこあんのかな。ガッテン寿司、なんか初めて聞く名前ばっかりなんだけど、ガッテン寿司とかで聞いたことない。そうだよね、注文だけ手渡しだよ。どこだ、どこだっけ。なんかいろいろ今お寿司が出すぎてわかんない。北海道の計画は、あ、ホテルを取りました。ホテル予約した、そんぐらいかな。ホテルを予約したくらいですかね。あ、チケットも取ったよ。チケットも取ったけど、どこ行くとかのそういう計画はまだ立てれてないですかね。いや、空港近くではない気がする。アゴダで撮ろうと思ったんだけど、なんかアゴダよりも何だっけ、ルルブトラベル、で撮る方がなんか安かったから、ルルブトラベルみたいなので撮りました。ね、昔アゴダで撮ったことあるけど、最近はもうね、ネットでね、普通にウェブで検索して、安かったところを適当に撮ってるっていう感じかな。一級とかもなかったっけ。一級ってあるよね。でも撮ったことないな。ああ、確かに1日バスツアーで行くってのもありかも。でも1日バスツアーで行ったらね、なんかそんな別に長、うわ、3泊とかにすればよかった。なんか2泊にしたんだけど、バスツアーとか やるんだったらね、3泊にすればよかったな。
え、全然足らない？え、3泊にすればよかった。え、もうさ、飛行機さ、変更できないからさ、あれなんだけど。え、3泊にすればよかった。半日コースとかもあるはずですよ。本当？ちょっとしくったね。2泊で足りるかなって思ったけど、2泊じゃ足りないか。2泊で足りないか。でもさすがに3泊にすりゃよかったな。まあそうだね、初めて行くから確かに。とりあえずはまたね、行ける機会もきっとあると思うし、わあ、でもそっか、まあ足りないよね、やっぱり。でもな、沖縄は2泊で足りるけどな、まあ、北海道と沖縄の倍だからそうもいかないか。配信できる時間があったら北海道からしますけど、もう配信できる時間はなんだろうな、さそうな気がする。沖縄全然足らんかった、マジ。聞いてない、まだ。まあでもまだ行くまでにあと2ヶ月くらいあるから、まあゆっくりゆっくり、なんか2泊足らないか。なんか台風とかで欠航にならないかな帰りの便とかなるわけないか。そう、2日目しかね、動けないから、言ったら。だからね、ちょっとしくったね、3泊にすればよかった。いやでも確かに2泊3日って物足りないよね、絶対。いやでもそう言っても変更できないからさ、しょうがない。あ、やっぱ移動時間で結構時間使っちゃうんだ、北海道って。なるほどね。まあでもなんか一泊二日じゃない分だけ、まあいっかっていう感じでもあるか。
え、みんなは北海道行ったことあるの？もうね、ほんとずっと行きたい行きたいって言ったからさ、北海道行きて超嬉しい。ね、一回北海道行ってさ、北海道にハマってまたすぐ北海道に行っちゃうかもしれないし。函館でもさ、札幌から函館まで遠いんだよね。なんか友達が函館はって言われたけど、なんか調べたら車でめっちゃかかってたからさ、函館から札幌市内まで遠って思って。遠いなと思いまして。函館は新幹線寄りだよね。新幹線寄り？ランリーと同じぐらいの年の時にノシャップ岬行ったことある。ノシャップ岬ってなんだ？北海道の北、あ、沖縄でいう最北端みたいな、あの沖縄の先みたいな感じ。確かに北海道の中に沖縄いくつ入るんだろう。3つくらい入るんじゃない？リアルに、リアルに3つくらいは入りそうだなと思うけどね。どうなんだろう。3つどころじゃない？もっと入る？え、どんくらいなんだろう。誰か調べてみて。え、ここぐらい？ここぐらい入るのかな。40倍はやばいでしょ。お土産は空港で買った方がいいかも。本当？でもさ、北海道のお土産ってめちゃくちゃいっぱいありそうだよね。ありえないぐらいありそう。北海道のお土産、うわ楽しみ、ほんと楽しみ。北海道を楽しみに頑張らないと。いろいろ沖縄2281、北海道8000、あ、え8万？ 8 万なの？え、待って、びっくり。え、は、え、8万？やば。びっくりしすぎてめっちゃ大きい声出た。やばいね。何倍そしたら
8÷80÷2 は40倍。40個入るの沖縄。36分くらいか。やばくない？異次元なんだけど。え、異次元すぎて超びっくり。とんでもなく異次元ですね。待って、それ聞いたら確かに全然2泊じゃ足りないね。全く2泊じゃ足りないじゃん、それだったら。やばー、北海道ってやばいね。そんなでかいんだ北海道って。えぐえぐでかだね。えぐでかや。確かにそれなら沖縄の気持ちで行っても全然回れないね。北海道は途中でガス欠を心配するとしようかと。やばいね。ヤバヤバの実ですね。でさ、でも電車も結構通ってるんでしょ、沖縄とは違って。沖縄はさ、電車って言ってもさ、モノレールもさ、那覇から浦添間の途中までしかないから、あれだけ。いやさ、共通のさ、あのタクシーのさ、ポイントカードさ作ってほしい。なんか20歳超えてからタクシーに、なんかあんまタクシー嫌いだからタクシー乗りたくないんだけど、やむを得ずタクシーに乗ること、乗らないといけなんか、もう遅刻とか遅刻しちゃうとか、なんかあまりにも雨降りすぎてこうびしょ濡れで帰りたくない時とか、なんかそういうのでタクシーに乗ることがなんか増えたなと思って。タクシーのポイントカードできてほしい。増えたって言ってもなんか1メーターとか、1000円いかないくらいだけど。駅から、最寄りの駅からもずく出来地までとか、増えた気がする。確かにね、ちゃんと計画しないとね、計画倒れしちゃいそうだね、北海道は。
でもなんかみんなここ北海道のここおすすめだよみたいな。心があればぜひ。ぜひとも。教えてください。ね、行くところはちょっと。考える。テーマパークだった。激アツだね。激激アツ。もうさ、北海道のさ有名なお土産ランキング1位ってやっぱり白い恋人なのかな。白い恋人が一番人気なんですかね。ロイズよりも白い恋人が人気なの。マルセイのバターサンド、バターサンドも人気なの。ランディ的には結構チーズ系が好きだからさ、リラが。なんかチーズ系のお菓子でいいのがあったらなっていう感じなんですけど。手料理は最近してたけど、ここ2週間くらいはしてないかも。シチューじゃない、牛タンカレー作ってたりとかしたけど。あ、ジャガポックルってなんか聞いたことあるかも。ジャガポックルって北海道のお菓子なんだね。いや、ルタオのチーズケーキは絶対買って帰る。もうこれはマスト。これはマストですね。これはもうマストで絶対買って帰ると決めてる。夕張メロンってに有名なんだっけ。夕張メロンの
ピュアゼリー。夕張メロンのキャラメルってキャラメルがメロン味ってこと？あんま想像できないよね。すごいね。チーズプリン、チーズプリンも絶対美味しいね。チーズプリンいいね。うわー、やっぱりなんか北海道ってウニだく盛りも食べたい。ウニ丼も食べたいし、この前は私その話前もしたよね。スープカレーはあんま食べたことないんだよね。醤油漬けとか絶対買えます。そう、イクラも好きだからな。あ、牡蠣はね、あんま好きじゃないんだよね。うわ、味噌ラーメンも食べたい。うわ、なんかもう食べたいのが山ほど食べたいのが山ほどありますね。山ほどありすぎて大変。みんなよく知ってるね。でもまだ風邪気味なの。もうクーラーもう消してるから今全然そんなことはないんだけどね。でもね、ほんとお土産だけでもう何万1万いきそうけど、ね、結構地方とか行ったらがっつりお土産を買っちゃうタイプの人間なんで。なんか心配だよね逆に。大量のお土産を買う心配。カニでもね、カニはね、カニアレルギーだからリラ。
カニはねきっと買うことはないと思うんですけど、でもなんかおばあちゃんとかになんか送ってあげたい。あ、カニは置いといて、なんか北海道のお土産とか送ってあげたいな。嬉しい、もらうととても。あ、なんか私にもあげてくれるためになんかいらちょっとあた私のことも頭の片隅にあったんだとか思う。ジンギスカンはナルト 2,3 回ぐらい食べに行ったことあるかな。でもそんぐらいですかね。いや夕食も迷うね迷うね、ほんとどこ行こうかねって感じだね。いやもう岐阜は岐阜タンメンが私は永遠とね食べたいですよ。私岐阜タンメン食べたい。まあメインはそう美味しいものを食べることだけど、なんか北海道の観光地とかも回りたいなっていう気持ちではありますね。ね、岐阜飛騨牛でも有名だよね。飛騨牛あと岐阜はあれのイメージだね。なんだっけ、あの魚、川魚なんだっけ、有名な魚あるよね。アジだっけ、アジなんだっけ。アユか、アユのイメージある北海道じゃない岐阜は。
なんか岐阜行った時になんかゆうちゃんの地元の友達をゆうちゃんが紹介してくれて会ったことあるけど、みんなみんなめっちゃ優しい優しい人ばっかりで、一緒にご飯とか食べに行ったこともある。やばい、今さ15分ぐらいさずっと前髪の調子がおかしくて前髪やってんだけど、全然前髪が言うこと聞いてくれない。寝癖？寝癖じゃないんだけどね。なんかあるよね、やっぱ前髪が決まらない時って。よいしょ。舞台はまだ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 何も進展というかそういうのはないかな。SKE の新曲聞いた？ SKE の新曲聞いてない。映画は多分12月とかだと思う。映画はね、タイトル好きだよ。へえ。新曲出すんですね。やばい、スプレーがないもん。買いに行かないとケープ。ケープが。トムルーンはなくなってきました。出てこない。
う少ししたら行かなきゃいけない。大丈夫かな、食べなくてもいけるか、いけるか、昼ご飯食べなくて働けるかしら。今日ね、さっきじゃがりことお菓子をポリポリしてたんですけど、いけるかな。この時間がやってきました。北海道のことテレビでやってるけど、なんとかの代わりにホタテの貝を使ってるって、何の代わり？砂利？へえ、砂利の代わりにホタテ？すごいね。砂利の代わりにホタテ。足が動きたくないよって言ってる。オーマイガー、オーマイガー。水着は結局買ってないね。気合で乗り切るしかないですね。これね、でもね、ほんといつかは、いつか自分に自信がついた日は写真集出したいですね。いつか自分に自信がついた日は、筋トレしてダイエットか。頑張る。
冷蔵庫にトマトがあったのでトマトを食べてから参ります。みんなと3分ぐらいお話しした。うん、ひまわり畑いいね。ではこの辺でねランキング見ます。13位食べ過ぎ飲み過ぎさん、ありがとうございます。そして12位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして11位がとりあえずさん、ありがとうございます。10位がオグリン、ありがとうございます。そして9位がイーデックさん、ありがとうございます。そして8位がフグタン、ありがとうございます。そして7位がヨウジロさん、ありがとうございます。そして6位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして5位がトシさん、ありがとうございます。そして4位がクロケンさん、ありがとうございます。そして3位がヨッシュさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がよろおりゅうさんです。ありがとうございます。北海道2ヶ月後ですけど、北海道行くのは。北海道をね楽しみに今日も頑張りたいと思います。ますます。ということでこの辺でさよならんでぃ、バイバーイ。